これはもう外せませんか、本田圭佑。そうですね、うん、まあやっぱり代表選手に聞いても今誰のことを一番あのチームメイトが見てるかって言ったら本田選手だと、うん、だそれだけあの発言力もありますし、ピッチで結果出してますし、うん、本当にもう実質上リーダーですね。ああ、まあマスコミメディアの登場回数もダントツですよ、うん、で本田圭佑選手の本当の凄さっていうのは簡単に言うとどういうところなんですか。やっぱ精神力であそこまで行った選手だっていうことだと思います。精神力、はい、うん、あの身体能力には決して恵まれてないんですが、はい、緻密に計画を練ってあのここまでのし上がってきた。でそれが、うん、まあある程度のレベルで終わるかなと思ったら気がつけばまた上のステージに行ってるってことで、うんうんうん、今あの世界四大リーグの一つのイタリアの超名門クラブの AC ミランでプレーしているので、はい、ね、まあ、それで日本人として初めて背番号10もつけてますし、うん、身体能力だけ見ればそこまで図抜けた選手ではない。そうですね、まあもともとガンバ大阪の中学生の時、うん、ジュニアユースからあのユースに上がれなかったんですよね、はあはあ、そこで落第した選手ですから、はあはあ、で高校は県外にあの星稜高校に進学して、ええ、あのその時は誰もプロになってるなるとは、まあ、日本代表になるとは思ってなかったでしょうし、高校選手の中で割ともこの子はプロになるって言われる選手っていますよ、はい、そういう選手には入ってなかった。中学3年生の時は入ってなかったんですよね、ただその中学3年生の時でもそのガンバジュニアユース あの最後チームメイトでみんなで食事会に行ったらしいんですが、はい、その場でいきなり立ち上がってあの今から言うことを録音しろとみんなに言って、はい、で俺は、まあ、その中に家長っていうライバルの選手がいたんですけど、家長を超えると、うんうん、で日本代表に入るってその時には落第した選手なのにいきなり唐突に立ち上がって、うん、みんなに録音させたそうなんで、すごいな、まあ、当時からそういうビッグマウスというか、はあ、性格は変わらなかったんでしょうね。ただそういうことを言いながら一方ですごく細やかな地道な練習をする人なんでしょ。そうなんですよ、まあ、本田選手が一回言ってたのはあの大きなことなし遂げるには大胆さと緻密さ両方が必要なんだと、うんうん、だまあ多分世間のイメージでは本田選手は大胆なイメージっていうあの例えばワールドカップ優勝するとか言いますし、うんうんうん、生意気なこと言うなって感じなんでしょうけども、うん、まあ、それはまあ本田選手のある意味戦略で、戦略で、まあ、大胆な面を打ち出していると。ただその裏で繊細さもないと緻密に毎日こういう練習したらこうなるっていうのを1年間計画を立ててやってるんですよね、うん、まあ、子供の頃からあのノートをつけてて、例えばトイレ行ってどういう今日はあの、うん、トレーニング題面が出たとか、うん、そういうのをチェック、あ、そういうことまでチェックしてる、はい、そういうことまでチェックしてるんですよ。それ長野先生がやることですよ。小林秀樹先生がやることですよ、代弁チェックって。あ、そうなんですか。お医者さんがやること。それを子供の時からずっと続けてるってことで、やっぱりその努力というか計画性というか豆さは普通じゃないですよね。すごいな。確かに普通じゃない。これあのフィジカルだけ見たら。実は足は速くないっていう欠点はあるんですよね。そうです、足は、うん、多分プロの中では日本代表の中でも遅い方ですし、うん、武器、足の速さ武器にならないですね、うん、でもなぜこんな AC ミランとかでも活躍できるんですか。そのやっぱ頭がいい選手というか判断が速かったりとか、あのやっぱりセンスはサッカーセンスっていうのはずば抜けたものがあると思うんですね、うん、ただ足が遅いとそれでもプロになれなかったりするんですけど、その、うん、じゃあ足が遅いって弱点をいかに克服するか、まあ、標準レベルに持っていくかっていう練習をしたりとか、うんうん、あとは人より早く判断して動けばスピードがなくてもできます。はいはい、判断が早ければ一瞬早く動いとけばっていう、うん、はいはい、そういう予測能力とか、はい、本当に頭で戦ってる選手だと思います。一方でこう強みとしては日本人離れしたこう当たりの強さがありますよね。そうですね、やっぱりパワーが、あの中学時代ゴリラって呼ばれてたみたいですし、ゴリラって呼ばれてたんですか。あのあだ名で、あのそれぐらいパワーがある選手。親近感だなそれは。それぐらいパワーがあって、だから外国人選手がボール取りに来ても取られないですよね。そうですね、やっぱりあの国際大会出ても当たり負けしないっていうのは日本人選手の中ではもう図抜けてますよね、うん、だから今木崎さんがおっしゃったように、まあ、足は遅いかもしれないけど判断力がある、うん、ボールのキープ力がある、うん、で非常に頭がいい選手、うん、そういうことから考えるとベストポジションはどこになるんですか。あのやっぱりサッカーでいうとトップ下っていうポジションがあるんですけども、ええ、まあ、攻撃のど真ん中にいるポジションですね、うん、まあ、あえて普通の職業で例えると会社で例えるとまあ管理職的なポジション、まあ、みんなを動かして、自分は美味しいとこ持っていくみたいな、うん、そういう管理職的なポジションがトップ下なんですけども、そこが本田選手の、まあ、社長と言ってもいいと思うんですが、うんうん、そういうポジションが本田選手の一番適材適所というか、やっぱそこをやらした時に光るわけですね。そこの発想力とか、周りをうまく使ったりとか、で、勝負どころで決着つけるっていう、その辺はやっぱり日本代表の社長ですね。社長。で、AC ミランでそのポジション
でですね、AC ミラーにはカカーっていうブラジル代表選手が、はい、まあ、AC ミラーの英雄なんですね。その選手はやっぱちょっと力が落ちてるんですけれども、やっぱ人気もあるんで、社長のポジションにはそのカカーが収まって、本田選手はまあ右サイドのポジションなんですけども、あえてそれも右サイドも、あの、会社で例えるなら、まあ、営業職みたいな感じなんですよね。営業マン、営業マン。おー。で、右サイドはまあ足で、とにかく走る。で頑張ると。もう飛び込みでお前なんか取ってこい。でも足遅いんでしょ。そうなんですよ。だからその足で稼げってポジションなのに足が遅い、あの、ホンダがやるっていうのは結構酷なんですけども、うんうん、まあそれが今の状況だと思いますね。でもそれでやれちゃってるところもそうですね。うん、そこがまあホンダの凄さで、普通だったら管理職やってた人が営業マンにあの、はい、飛ばされたりとか左遷されたら、うん、もうちょっと拗ねちゃったりすると思うんですけど、うんうん、ホンダはそれをじゃあ監督の上司の要求通りに、そう求めることをちゃんとやろうと、うん、やった上で、自分の意見言うってことをやるんで、うん、その辺の柔軟さは、まあ、ああやって見えて、それがさっきの大胆さと緻密さというか、ね、意外人でかいこと言ってるからって、わがままじゃないってことですよね。そうなんですよ。わがままそうに見えて、ちゃんとやるべきことはやるというか。いや、なんとなくこう、本田圭佑という選手の、ねはい、今、キャラクターというかね、イメージがちょっとわかりましたね。うん